こんにちは、池田まかです。今回はこちら、ダイソーの新作アイブロウティントを紹介していきます。これはね、リクエストでもたくさんいただいたんですけど、教えてくださった皆さんありがとうございました。今回アイブロウティントがね、ついに出たっていうことでね、もうめっちゃ楽しみです。まだ開けてないので実際に使いながらレビューしていきます。それではまかチャンネルスタート。今回買ったのはこちら、ダイソーのアイブロウティントです。お値段は200円商品でした。カラーは3種類あって、ダークブラウン、グレー、ライトブラウンになります。パッケージもシンプルで可愛いです。このハートがポイントになってて、日本製の商品で汗水に強いみたいです。開けてみます。わー、楽しみや。はい、ではダークブラウンの中身です。ペンみたい、マーカーペンって感じ。結構太めのペンですね。え、結構太めやな、これぐらいの違いでは早速実際に手に書いてみます。お、あ、薄めの色が、薄めの発色です。ほんまにペンよ。一度塗りと重ねたバージョンです。はい、次グレー塗ったんですけど、グレーっていうよりはブラウンですね。最後ライトブラウン。はい、手に出した色味はこちらになります。なんか水性ペンっていう感じの書き心地でした。でもにじんだりとかはしてないですね。なんか面白い。しかもこれ拭き取ったりとかもせずに、もうこのまま使えるみたいです。あ、こすったりしても大丈夫です。もうこれはほんまに強そう。じゃあちょっと眉毛落とすので、今回は片方ずつ、ちょっと2個しか使えないんですけど、2色塗ってみたいと思います。どの色塗るかな。はい、眉毛落としました。これでも一応ね、生えてる方なんで気にしないでください。ということで今回はダークブラウンとライトブラウンを片方ずつに塗ってみます。これ太いけど眉尻とかもいけるんかな。描いてみます。真ん中ら辺から描いてみよう。おお、思ったより薄付きなんで、色があんまり、あ、描いて、やばいみたいなには慣れにくいかも。力を入れずに描けば眉尻も細く描ける。うわ、なんかペンでなんか遊んでるみたい。メイクっていうよりもなんか顔に落書きしてるみたい。めっちゃおもろいやん。あ、でもいい感じ。え、結構いい感じじゃない。あ、はみ出た。はい、ちょっと一旦こんな感じで描いてみました。反対もやっていきます。はい、左右描きました。色味はこんな感じです。なんか意外にいいかもしれないです。左右であの違った使い方してみたんですけど、こっちはちょっと普段描いてる眉毛の太さにちょっとこう描き足したりとかしてみたんですよ。そうするとやっぱりこの色が薄いので眉毛との差っていうかは出てくると思うんですけど、例えばこれ消えにくいのでベースというか下地として使って、この上からパウダーやったらいいんじゃないかなって今思ったのと、あとこっちはもうそのまま眉毛に沿って描いてみたんですけど、こうやってやったらもう全然綺麗なんじゃないかなと思います。アイブロウティントって多分そういうね、眉毛に沿って描く使い方だと思うんですけど、私も眉毛細いのでね、いつも描き足してるんですけど、このまま描けば全然なんか普通に使えそう。ちょっとこの状態で私が持ってる眉マスカラしてみたいと思います。ちょっと色がね1個しかないんですけど、ちょっと重ねてみます。こっちから行こうか。はい、描いてみました。なんか普通にちゃんと、なんかもう遊んでる感じで、ペンで描いてるみたいな感覚やったんですけど、意外に綺麗に描けてるんじゃないかなと思います。ちょっとわかるかな、ここアップにすると私眉毛ここないところを描き足してるんですけど、こうやってよく見ると、あ、ちょっと眉毛描いてるなっていうの、足りなかったんだなっていうのがね、気がないのでわかるかもしれないんですけど、でももう遠目でパッて見た感じは、まあ、若干太くしてもそんなに目立たわないかな。ちょっと上からパウダー軽く重ねてみます。はい、ちょっとだけパウダーでここ描いてみました。こうした方がまだ馴染むかなと思います。で、こんな風にね、こすっても全然落ちないので、もしなんかパウダーがこう触ったりして落ちたってなっても、この下のね、色が残ってくれてたら、これから汗かいてさ、眉毛が消えやすい時期だと思うんですけど、そうなっても安心やし、
結構人気のアイブロウコートっていうのがあると思うんですけど、あれ私なんかね使うのが苦手で、なんかやりすぎてさ眉逆に消えちゃうんですけど、だから逆にそういう風にああいうアイブロウコートっていうのがすごい便利なんですけど、使うのが苦手っていうね私みたいな方はこういうタイプの方が使いやすいかも。しかもこう剥がしたりする手間とかもいらないし、書くだけなので、これも手軽に使えてめっちゃいいんじゃないかなと思います。しかも200円やし。あとは結構こう眉毛を柔らかい印象にしたいっていう方いるかもしれないんですけど、まあ、色自体はね確かに薄いんですけど、そういうこうふんわり感というか柔らかさはこのペンではね出しにくいかもしれないので、そういう時は上からちょっと軽くパウダー使ってこの線の境目ぼかしたりとかした方がまだ柔らかい印象にしやすいのかなとも思います。さすがに1本で使うにはね、こう眉の眉毛の色とこう差が出たりとか、結構ね開けた時にペンが太いなって思ったんですけど、でも意外になんかそーっと描いたらねこんな風に細くも描けるので、その太さとか細さの面ではそんなに特に気にならなかったし、まあ、ちょっとこっちはね描いた後はファンデーションがパウダーがこうついちゃったんですけど、でもまあこれだからついても色が出なくなるわけじゃなかったので、これも気にならないとして、なんかパウダーと合わせて使うとか、その眉尻消えやすい部分に使うとかして考えたら、全然これは買っても便利なアイテムだと思いました。でこれなんか意外にいいやんあとはティントということなんでね、ちょっとメイク落としシートで拭いてみます。落ちるのか、え、あれ全然落ちひんや100均のオイルインって書いたこのメイク落としシートで今ちょっと使ってみてるんですけど、あ、ほんまに浸着してくれてる色が、はい、こんな感じで結構こすっても色がうっすら残ってくれてます。一応ここであのお肌と同じようにクッションファンデ下上からさっき眉毛描いてたんですけど、それでもこんだけもう手に入り込んでるのですごい色持ちはいいんだと思います。ただ逆にあの薄く描いたらねまだ目立たないんですけど、しっかり描きすぎた状態で間違えまくるとちょっと落ちにくくなっちゃうかもっていうのはあるかもしれないです。そこだけ気をつけてください。まあ、変なねこんなとこに濃く描いたりとかすることないと思うんですけど、薄くこう形かたどって決まってからちょっとこう色味調節してみたいな描き方がいいんじゃないかなと思いました。3色あるのでね、もし気になった方は自分に合った色選んでみてください。いかがだったでしょうか。今回はこちらダイソーのアイブロウティントを紹介しました。最初はどうなんかなと思ったんですけど、実際に使ってみたらなんか意外に使えそうでびっくりしました。びっくりしましたっていうのもねおかしいかもしれないんですけど、ちょっと思ったよりなんかいいなって思ったのですごく嬉しかったです。これからの季節にはぴったりだと思うし、その眉尻消えたりとか気になる方はねぜひプチプラなので試してみるのもいいんじゃないかなと思います。そしてまこチャンネルは毎日20時にアップしています。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。毎週土曜夜10時はライブ配信もしてるのでまた遊びに来てください。では池田まこでした。バイバイ。